ここで優勝の経験が終わりのタクさんですね。せっかくですから今日は、まあ、復刻の試合ということもありますから、はい、まあ、当時の話なんかもこう踏まえながら、やっていきたいと思うんですけども、はい、95年96年というのは素晴らしいこのファンの声援があると、今おっしゃいましたけども、はい、あの頃ね、まあ、地震直後だったじゃないですか、はい、で震災があって、まあ、キャンプもできるかできないか分かんない状況の中で宮古島に集まりましたね、はい、タクさんでどのルートで宮古島に入られたんですか、あの年は。僕どのルートかな、はい、それすら覚えてないですよ。 あの時はもう来られる人だけ来てみたいな感じのキャンプスタートでしたもんね。そうですね、集まれるやつだけ集まれて、まあ、練習してなくてもいいから、はい、ということでキャンプスタートした時は、約1週間ぐらいはもう本当、うん、自主トレのような形でいいからもう絶対飛ばすなと。なるほど。怪我人出すわけがいい、はいはい、という感じでしたね。ねえ、はい、まあ、そんなスタートを切って、まあ、この球場で実は95年開幕戦はこの神戸だったんですよね。そうなんですよね。はい、ですから、オープン戦で来た時には、うん、本当に今日なんかこう皆さんこう結構言ったらあかんですね、めちゃくちゃおしゃれじゃないですかあの時は本当にもうジャージとかね、いや本当そうでした。シャカシャカって言うんですか。いや本当そう、はい、ね、ウィンドブレーカー系のね、はいはい、あのシャカシャカですよね、はい、そういうで皆さんこうリュック背負われてね、いでたちだったんで、はい、でもそんな中で野球を見ようと思ってくださったわけですよね、皆さんね。それはもうありがたかったでしょ、ね、はい、その姿を見た時に、まあ、やらないといけないなという思いはすごく強くなりましたよね。でその年になんか優勝できたというのはなんかこう本当こうドラマチックでしたし、野球の神様っているのかなってその時も思ったんですよね。いや、ドラマチックですし、でも、うん、95年96年というその2年間ほど、はい、その人の気持ちというか、うん、願う気持ちの強さが、うん、その力を与えたりとか、はい、物事を動かしたりとかするということを感じた年はなかったですよね。う、本当にこう人間の力とかね、はい、その思いの力っていうのは本当感じる一年でしたもんね、はい、その象徴が今たくさんのユニフォームの右袖のところにあるこの頑張ろう神戸という、まあ、合言葉だったんですよ。本当この言葉がその年は本当流行語大賞を取るようなそんな言葉になって、はい、もうみんながその言葉を口ずさんでこう頑張っていったシーズンでもあったんですよね。そうですね、ね、大木監督がこういうのをやろうっていうことで、ね、やり始めたんですけども、はい、でもやっぱりそういう一つの言葉があることによってその言葉のもとにも集まることができますし、ね、はい、その言葉のもとに頑張ることもできますし、うん、そういった意味では一つの言葉っていうのは非常に大事だなっていうことも思わされた。本当そうですね、ありますよね、ね、頑張ろうなんて言葉はすごく平凡な言葉なんだけども、いろんなこの意味合いがそこの言葉の中には込められている感じがして、それ以降いろんな震災があったり、災害があったりすると必ずこの頑張ろうという言葉がね、はい、関されましたもんね。そうです ね、頑張ろう東北なんかもありました、うん、頑張ろう日本もありました。言葉っていうのはやっぱり、そのなんて言うんでしょうね、同じ境遇にいたりとかしたら、うん、どうしてもこうこの一言でみんな勇気湧きますよね。本当そうですよね、はい、そんな勇気を、まあ、チームがもらいながら、はい、あるいはチームが与えながらの95年の優勝だったわけですよ、はい、本当にこう人の思いの力、まあ、夢の力といいますかね、そんなものを感じたシーズンだと思うんですよね、はい、やっぱりそのタグさん95年96年の特別な思いがあったんですね。いや、もう僕は現役20年、ね、はい、やらせていただきましたけど、うん、95年96年というのは本当に特別な年ですよね。え、はい、95年ここで勝てば優勝という試合で勝てませんでしたよね。勝てなかったです ね、はい、もう一つ勝てば優勝というところに、ロッテというチームが立ちはだかりましたねそうです ね、はい、あの時っていうのはどうだったんですか、チームのことは。いや、もうチームはもう、はい、おそらく優勝するということは間違いないということは分かってたんですけども、うん、はいはい、でもいざ優勝が近づいてくるとチームガチガチになりましてね。あ、そうですか、はい、でまたあの時のロッテが強かったんですよ。強かったね、はい、連戦で頭でイラブが投げてきて。そうなんですね、仁王立ちですよ。そうでした、あの辺ね、本当にあのロッテは強くて、うん。